今日は2022年10月3日月曜日2時15分本社前抗議行動ですね。2022セカンドノベンバーサードマンデー2:00 16 minutes。この新聞には書いてないんですけれども、統一教会との野党議員のね、関連の議員のニュースが聞こえてきましたんで話しますね。 There's no article in this paper, but I have a news. Opposition parties, parliament member who related Unified Church, 立憲民主党で14人国会議員、関係があります。立憲民主党なんだ、コンスティチューショナルデモクラティックパーティーか、14パーラメントメンバー related with Unified Church、 枝野とかね、岡田とかメインメンバーだよね。枝野は岡田ですメインメンバー。これで情けないのは辻元清光のも関係あるとかね。辻元清美ウーマンポリティシャン、彼女は社民党にいたよね、昔はね。 In the past she was joined 社会民主党なんだ、ソーシャルデモクラティックパーティーか。情けないね。 I am very sorry。 このね、統一教会っていうのをね、まあなんで悪いかというと、まあ金をたくさん、あ、こんにちは、あ、このビルの人だね。あ、ちょっと待ちください、ニュース差し上げます。50 years ago
in my company's dormitory. Two girls joined this church. もうその当時すでに社会問題になってましたね。In the time already it became a social